エネスウナルはトルコオスマンガズイ出身の同国代表サッカー選手。ヘタフェ CF 所属。ポジションは FW。2006年からトルコのブルサスポルのユースチームでキャリアをスタートさせ、2013年にトップチームに昇格した。UEFA ヨーロッパリーグ2013から14の FK ボイボディナノビサド戦でプロデビューを果たした。 8月25日、ガラタサライ SK 戦で、パブロ・バタージャのアシストから、プロ初得点を記録した。この得点は、スユペル・リーグで最年少得点記録を更新した。10月21日、カイセリス・ポル戦で、シェネル・オズ・バイラクルのアシストから得点を記録した。2015年7月6日、プレミアリーグのマンチェスター・シティ・ FC と契約を結んだ。 同月7月31日にジュピラープロリーグの KRC ヘンクへ期限付き移籍。翌年1月29日、両クラブの合意により、ローンを早期に打ち切り、エールステリビジノナックブレダへ、ローンで加入した。2017年5月31日、レンタルで加入していた FC20 での活躍が評価され、リーガイスパニョーラビジャレアルに移籍が決定した。 その後2018年より2年間はローン遺跡でレアルバラドリードでプレーし2年連続ラリーガ残留に貢献2020年8月12日ヘタフェ CF と5年契約を締結したトルコ代表として各世代別代表でプレーし16歳で U-21 代表に選出されたありがとうございます